リーグ戦残り5試合となりました。2019明治安田生命 J2 リーグ第38節モンテリオ山形対愛媛 FC の一戦をお伝えしていきます。会場は将棋の町山形県天童市にあります ND ソフトスタジアム山形です。では山形のスタメンです。最終ラインベテラン加賀がベンチスタートで熊本が入ります。右ワイド前節欠場した柳がスタメンに戻りました。愛媛のスタメンです。下川川村が欠場で左ワイドに庭そしてボランチに野沢と予想しています。そして高卒ルーキー中川がメンバー入りしています。中村が後ろから来た。松本用意していた形かですね。もう明らかにこうニアとファーのところに愛媛の選手のこう注意を引きつけて、一番後ろからここ松本選手ですね。はい、松本すぐに奪い返す。ストレートで大槻腕で収めた。左足まあ、この悔しがり方を見ると今いけたんじゃないかという。そうですね。さあ左茂木が今度は幅を取ります。右足のクロス来た。藤本今は一つサイドチェンジ、茂木に入ってインスイングのクロス。はい、柳仕掛けてきた。左足ポスト、もう一度シュートだ。折り返しだったでしょうか。藤本起点を作りますがすぐに山形奪いに行きました。さあ近藤が出てきた。近藤運んでいく。右足くしびき止めました。一つスピードで振り切りに行ったカウンターでした。明らかにね、早かったですね。縦一列になりました。栗山のところ、流れた。柳のボールで山形先制。39分です。セットプレーでした。はい、まあ、1回目2回目とかこれまでのコーナーキックより中村選手こう高いボールを選択しましたよね。はい、で栗山選手の高さを生かして一番こう外に柳選手がこう回り込んで我慢してたっていうところで、うまくもう外せてますよね、このタイミングで。中央使った。今シュートだ。もう一度さあ田中のシュートに行った、中央突破の狙いでした。キッカー神谷投げた。左足藤本のシュートでした。前半の、ね、山形のゴールと本当に似たような形でしたね。はい、ここも簡単には2ラインか通せませんでした。中村狙ってきた。入りました。ゴール鮮やかなロングシュート。岡本飛び出していました。ここのパスミスですね。はい、で、まあ、しっかり見えてましたね。まあ、山形としたら最も効率のいい、その追加点の取り方。
からでした。近藤でした。最後1回ですかね、はいはい、さあ長野前有田にやに来ます。切り返した、タイムアップです。山形2試合ぶりの勝利、自動昇格争いが続きます。愛媛は3連敗です。これで3試合連続でゴールがありませんでした。